はいどうもはこんばんちはババジャです。なんか今日はね、地球防衛軍っていうねゲームをおばあちゃんやろうと思ったんだけど、あらね、ババアが攻めてきたぞ。そんな平和だね。今日はね、お茶どうぞ。 VB でいいね、 VB でいいね。ばあちゃんのばあちゃんだよ。ツーブローがやってると聞いておばあちゃんこれを始めたんだけどね。あらね、見てるかいトランプ。どうすんのみんな、初心者にはレンジャーがおすすめということで、レンジャーでやっていこうかな。あら、おばあちゃんの服の色に合わせてピンク色にしようかな。今日の現場は EDF 第228駐屯基地です。おばあちゃん漢字読めるね。現地到着後、スタッフのスタッフさんについていけばいいのか。自衛隊のことか。 EDF っていうのは、本日午後から自衛隊基地見学ツアーが予定されています。ここ数年自衛隊は近隣住民との交流に、あ、おばあちゃんだね、力を注いでおり、本日も大勢のおばあちゃんたちが、もう最近はね、そういう老人のやつもやんなきゃいけないんだね、そういうのもね。ということで、安全には十分な配慮お願いします。何がいいんだろうね、ハードでいいや。ハードみんなもちゃんとヘルパーさん、ちゃんとスタッフの方、自衛隊のスタッフの方の言うことを聞いて行動するんだよ。新人ってのは君か。あら、さあ始めよう。今日の仕事は基地内の車両。あら、みんな静かにするんで、ちゃんとスタッフの自衛隊の今日は案内してくれる人の言うことを聞くんで、静かに、おしゃべりは禁止だよ。左スティックで、みんな左スティックで移動だよ、みんな。わーわーわー言うとりますけどは。ねえ、左スティックだ。いいね。あ、おばあちゃん、向きを変える。あら、基本的だね。親切設計、ね、自衛隊の方はそっからね、あら、ジャンプするのかい、みんなジャンプだよ。ジャンプして。ね、ジャンプしたね。おばあちゃん本当にジャンプしたからね。あら、こうやって、あ、こうやって自衛隊、最近の自衛隊の方はこうやってね、年寄り向けのラジオ体操もしてくれるんだね。あら、迷子になるよ。あら、自衛隊の基地だって、ここ広いね。タイヤがね、しょぼいね、なんかこれね。逃げろ。なんだい、大丈夫、問題ないよ。あ、問題ないな、問題ない、もう問題ないんだって。もう最近の、あ、すごいね、なんかね、シン・ゴジラとかでしか見たことないよ、これ。あら、自衛、日本にもこういうのあるんだね。光ってる。あら、ちゃんとこうやってね、老人が一人で基地の中を徘徊しないように、ちゃんと光で、今、最近のやつはね、スマホで、GPS のやつかね。シン・ゴジラ見たことあるんか。あるよ、おばあちゃんもそれぐらいは、昔から。車両に気をつけて。あら、自衛隊の皆さんだよ、みんな。あら、あら、勇ましいね、かっこいい、かっこいい。最近の自衛隊はそういうね、訓練のやつも、でもね、ね、出撃だよ、ババ。出撃なのかい。あら、あ、反対方向だった。あら、あら、かっこいいね。最近の自衛隊はね、モビルスーツみたいだね。なんかおばあちゃんでかくない。またか、あれ、電気のトラブルかな。トラブルかい。なんなあなあ、自衛隊なあ、大丈夫かい。やっぱ自衛隊も平和だから、最近はね、こうやってもう施設の老朽化のやつっていうのもね、あるんだね。どこ行くんだろうね、皆さんね。ババラジオ切れ、ラジオしてないよ、ラジオはね。ブラック企業なのかい。あら、大変だね、最近のこういう自衛官の人もね、矢印の方向ついてけばば。なんだい、アラームが鳴り始めたね。おばあちゃん、迷子じゃない、ちゃんと前に係員の方いるだろ。あら、なんかすごいの来たよ。アーマードコアみたいだね。やっと新作が出るみたいだね。出撃、ターゲット、システム起動。クロムソフトウェアじゃないよね、これね。これは訓練ではない。なんか言ったよ、今。何かあったの。これは訓練ではないって言ってるよ。あれ、アーマードコア、最近の自衛隊すごいね。ねえ、すごいね。アーマードコアの審査基準。そう、緊張しなくていい。ああ、分かったな。なんだ、これもフリーダンタ。ああスタッフさん、スタッフさん食べられちゃったよ。スタッフさん、あらスタッフさん、すんごい、これ
ガシッとこうすごい形して死んでるよこの人。あうわーうわーらららららら、うわなんだこれ、みんな恐ろしい、なにこれ、アリだよ、あれ汚いこれねえ、うんこだねこれ、うんこ、おばあちゃんだよ、バーチャルおばあちゃんだよ、あらどうやめてください、そう危ないものを向けるのは終わったよ、何クリアしました、おばあちゃん、なんだったの、異常事態だ、異常事態、老人のクソなのあれも、怪物の数は不明、怪物なのあれ、どうやって地下に入ってきたのかもわからない、あれだよね、地上とは連絡が取れず俺たちは孤立している、救援部隊が到着するまで自力で身を守るしかない、おばあちゃんたち孤立したんだって、お前にも武器を渡す、やめとくれよおばあちゃん、そんな物騒なものはよう扱えへんわと言いたいが、いざという時はババアおむつつける、おばあちゃんにおむつつけてる、もうおむつつけてる感じじゃんこの尻、この尻ね、おむつつけてるでしょちゃんと、完全装備だよおばあちゃん今日はね、ちゃんとヘルメットもよ、ヘルメットよし、防弾チョッキよし、おむつよし、 R2 ボタンで射撃的を4つ破壊して、あーおばあちゃん早速これもう戦闘モードになってる、もうあらこれ撃つ、撃てるのかいこれ、 R2、 おおおお、おばあちゃんうまいね、へい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 、見えないんだよおばあちゃん、近くに寄らないとね、視力があれだから、おおバズーカだよバズーカ、やめとくれって、こんなのおばあちゃん物騒なもん扱いたくないんだから、竹槍は最近の竹槍はね発射できるんだねこうやってね、あらおお、丈夫だね、モビルスーツがあれの、あれこれ使い合いじゃないのね、後々に大切なガンダムだから、ガンダムもすぐ使いなさいよ最初の序盤でね、あおばあちゃんの、おばあちゃんのパツンパツンになったね、尻がよく見えておりますけどもね、脱出するよみんな、恐ろしい、危ないね、とんだことだよおばあちゃん、ちょっと自衛隊見学に来たらね、ゲームも小さいかい、ビッグサイトかいここ、なんかすごい天井広いね、どこの基地なんだいここは、突撃だよ、武器変えろババ、あらミッションクリア、簡単だねこのゲーム、おばあちゃんでもできるんじゃないの、闇からの脱出、怪物の正体は不明、闇の中にあると何体潜んでいるのかわからない、最悪なのは地上と連絡が取れないこと、つまり俺たちは地下の遭遇に対して最悪なので、またここに来たらって言うのが難しい、全クリアおめでとうババ、あ行きましたよ、行きましたよ、14分で全クリするゲームなかなかない、おばあちゃん遅れるなよとね言われておりますけども、あらおばあちゃんも疲れたんだから、さっきの訓練でもおばあちゃん年寄りでね、もう早く来なさい、もう早く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 ね、もう遅いね、チキンだね、おばあちゃんは実戦経験がね豊富だからね、早く本編やってくれ、本編始まんないんだもん、早く行くよ、エレベーターはこっちだ、早く行くよね、エレベーターこっちやということで、バーバーだ、いやおばあちゃん何、まあ、とりあえずここから脱出しようみんなね、もうおばあちゃん見学に来ただけなのに早く施設に帰らないとみんなね、コンバットで虫捕まえるわ、なんだよ虫、怪物だ、仲間が襲われてるぞ、怪物だ、撃てこいつら、大軍だ、あらおお、アリが、アリがこれ、おら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 、大丈夫かいみんな、うわクソが、大丈夫かい、なにこれ、アリじゃん、あらあら、ちょ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 、あ、上、上からこれ、上からなんかこう設置してさ、こういうなんかアリを駆除できるなんかあれあったでしょ、なんかね、アリのスコロリみたいなやつをなんか、あれ、あら何が起こってるんだ、地下から脱出するぞ、エレベーターは動かない、エレベーター動かない、ケーブルをやられたよ、ケーブルをやられたよな、落ち着け、戻るぞ、戻ろう、あら
アリの巣から、どっから出てきたのあれね。もうこの季節になると最近結構虫が湧いてきますよね。おばあちゃんのうちもね、隙間があるのか分かんないけど、どっからともなくね入ってきますよね。アリ砂糖のとことかにわっとこうアリがね行列をやったりしておりますけどもね、皆さんもそういう時はどういうやつをしておりますか。おばあちゃんのうち本当よく虫が出るんだけどね、あの放置しとくのは雲はおばあちゃん見つけても放置しておきます。虫をねいろいろ駆除してくれるということで放置してたら、おばあちゃんのうち雲ばっかになっちゃってね、ちっちゃい雲がねちょこ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 歩いてんだけど、ああ何これ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 、アリの破片か。いやあ、うわあ、害虫駆除じゃないのこれね。星よりがね一人で部屋で死んでるとこういう感じになったり、うわー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 、誰だ火打ってるやつね。あら恐ろしい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 、ほかそうってんのかい、サン出してんのこのアリ、うお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 お、仲間が仲間がやられてくよ。これどっちなんだ、おばあちゃんが小さいのかこのアリがでかいのかどっちなんだい。その説もあるね。これナウシカか、ナウシカのパクリね、ナウシカのやつね。風の谷のナウシカ、ケゼの手にのネウシケ、怪物がいるよ。おーいるね、ひたすら打ちまくってりゃいいじゃんこのゲームね。あら砲台になってこれ本土決戦じゃない、どっから来たか、ちょっとこれどういう話なんだい。あったよねこの人食いアリみたいな事件が、人殺しアリみたいな、あったよね。北朝鮮のやつか、中国とかから来たフェリーでね、これか。まだ一人も死んでないよ、ヒアリのやつだね。ヒアリかい、核壁の向こうだ、もう先行ってくれよあんたたちね、もう年を疲れたからね、もうおばあちゃん疲れた。核壁を開くぞ、グソ待ってください、心の準備を。ドアの向こうは怪物だらけに違いない、行けや、いいか、行け。あらーって、あれ脅かしやがる、ってあれ、やれやれだ、先を急ぐぞ、先急ぐぞ、行くぞ行くぞお前ら。あ、フォークリフトだ、あ、フォークリフトがあるね。あら、よっしゃ、おばあちゃんがこう、運転するんで、できないの寂しいね、フォークリフトが、おばあちゃんのフォークリフトが、なんでもこれ、こんな壊せるんだね、これ、おばあちゃんのこれ、フォークリフト、使いたかったのに、もう足腰が痛いのよ、おばあちゃん、リフト運転させてくれ、フォークリフトの免許ぐらい、おばあちゃんにキープさせてくれよ、年寄りになっても、車は運転できなくても、フォークリフトは運転させてくれ。フォークリフトぐらいじゃないのおばあちゃん、もうこれからフォークリフトでそう生活しようと思ってるからねおばあちゃんね。もう足腰も痛んでね、もうそんな SF を読んだぜ、そんな FF を読んだぜ、宇宙船にネズミが紛れ込むやつって何の話だよそれ。食料全部食っちまう、なるほどね、機械と違って生物は繁殖する、生物は繁殖する。おい待てよ、まさかあの怪物増えたりしないよ、減ってきてね、そうだな、増えるのかい、どっかのあれ生物兵器のやつなのかい、どこの国だい、キムキムかい、おばあちゃん政治的なあれをちょっといろいろ考えていく必要があるな、そういう話かいこれね、どこの国家の陰謀のやつなのかい、この侵略を仕掛けてくるのかい、アリを使って、恐ろしいね。ああの実験をいっぱいやってたのはこういう核ミサイルじゃなくてこういうアリをでかくするやつだ。うわあ、キム！チャンヌンチグンヒンヌンチゴチャヌンジュケストロー！あら、みんな頑張って！チャンヌン！おっと苦戦してきたよ！激しくなってまいりました！激しくなってまいりました！さすがハードモード！
천년제공해는도돈도끌어와자와자引きます와자引きます와자引きます頑張れ頑 EDF EDF 食らってるよわちゃわちゃ走れわちゃ走れラン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 ゴーゴーゴーアバーム、みんな頑張って、なんでこういう時に限って救急のやつがないの、みんな頑張れ頑張れ、上も気をつける、上もいるの、上もいるの、どこにいるの、アリノスコロリ置いとこうよ、ここにロマサガ2であったね、こんなんね、ロマサガ2か、これ下の方にこれ女王アリがいるんじゃないの、ロマサガ2か、これしっかり塞いどいても出てくんじゃない、クリアしました、やったー。